皆様、こんにちは。今日は、チーズトマトインハンバーグっていうものを作ります。ハンバーグにトマトとチーズを突っ込んで焼く方法で、野菜もたっぷり使います。普通のハンバーグより野菜量がとっても多くなるので、ヘルシーでダイエットにもおすすめです。やっぱりね、ダイエットで我慢するだけじゃなくって、見た目もなんか豪華で、食べた感を目からも入るようにすると、心まで満たされて、また次のステップに進めるようになると思います。なので今日はね、野菜たっぷりのものを作ります。材料はこんな感じです。はい、結構使うでしょ。はい、玉ねぎに卵にパン粉にチーズ、あとパプリカにズッキーニです。でトマト、そしてお肉が牛肉と豚肉です。250-250です。でトマトはこんな風に上のヘタだけをこういう風に切ってあります。はい、では始めたいと思います。で、タッタが進むので、もうフライパンは温め始めます。はい、今8で温めてる状態です。ではフードプロセッサーを開けます。そして開けたら入れてきます。はい、玉ねぎ、卵、パン粉、砂糖が小さじ1、塩が小さじ1、はい、であと胡椒、はい、でナツメッグです。ナツメッグは粉でもいいんですけど、こういう塊があったら、塊を買われるといいです。こういうふうにカリ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 こすって入れるんです。あ、いっちゃった。はい、すっごいね、香りがね、いいんですよ。ナツメッグの実を持ってらっしゃる方は、富澤商店に行けば実は売ってましたよ。4、5個入ってたと思います。そんなに高くない、380円ぐらいで買ったような気がしますね。いい匂いです。さあ、上からお肉を入れてきます。感じのミンチになりました。少し粘りが出るぐらいミンチにします。よいしょ。で、吸い付いて取れないときはちょっとキュッキュッキュッってやってあげると、空気が入ってスポンってなります。で、こうやってミンチになったらボウルに移してこねこねします。でもどっちみち手が汚れるので手で入れちゃいましょう。はい、たら入りました。で、フードプロセッサーの刃はね、とってもよく切れるので気をつけて扱ってください。はい、たらここにこんなにたっぷりのパプリカ、1センチぐらいに切ってあります。はい、パプリカはなんだっけ、ピーマンの5倍のビタミン C があります。いや、パプリカはピーマンの2倍のビタミン C があります。で、ビタミン E は5倍です。はい、パプリカと入りました。こね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 します。この分量でだいたいね、5、6個できると思います。大きさによりますけどね。そしたらこういうふうにいろんな野菜がたっぷり入ったハンバーグなので、ビタミン E と A と C がすごい豊富なハンバーグができました。そしたら焼きます。で、焼く時はよく熱しといたフライパンにオイルをひきます。
たらーり、はい、たらーりって聞くとちょうどいいぐらいです。そしたらいきなりパッと入れるんじゃなくて、何回か油を転がしてあげるの。熱してあったフライパンにね、こうやって。そしたらお肉くっつかないで焼けます。でこのオイルやっぱりちょっと引いといてあげると、あの焼きがいいですね。なしで焼くよりは焼きが良くなるので、ちょっと油を使います。油ってほらどんどん熱が高くなるでしょ。天ぷらするときも160度、170度、180度、200度っていくように。だから油の、ね、力ってね、高熱にさっさとしてくれるので、少し引いてあげると、あの効率よく焼けます。そしたらハンバーグをこうやって、あの丸でも俵でもいいです。はい、でちょっと可愛く見えるようにさ、ちょっとね、こんなの入ってるよっていうのが分かるようにこねてあげましょう。はい、あ、まず、まとめてあげましょう。はい、ではピッて入れます。はい、はい、空気を抜くっていうかね、あんまり神経質にならなくてもできます。はい、抜かなくてもできる、抜いてもできる。そしたらね、この辺、おー、ジャンボなハンバーグです、今日はね。そしたらね、次にトマトですけど、こうやってね、スプーンで少しだけくり抜いておいてほしい。あんまり全部きれいにくり抜いちゃうと、食べるとこなくなっちゃうので、このスプーン1杯分ぐらい、小さじ1杯分ぐらい取って、それでギューって入れちゃってください。はい、ギューって押し込んでるよ。はい、あの鍋の底につくまで押し込む。はい、はい、ほらハンバーグがもっとジャンボになったでしょ。はい、はい、ジャンボハンバーグ、はい、大きくなってきました。で崩れそうだったらピッピッて、あの整えてあげてくださいね、この時にね。はい、あの手でやると熱い人もいるので、何かでやればいいです。こうやって、あの私みたいに手が使えない人ももちろんいるので、こうやってスプーンとかでやってあげて整えてあげてくださいね。そしたらチーズたっぷりのせましょう。これがモッツァレラチーズで、これがシェダーチーズです。はい、これがモッツァレラで、これがシェダーチーズ。チェダーチーズがね、上に行くような感じに溶けてくれ、切れると美味しそうに見えるので、チェダーが後です。はい。そしたらこの時にすぐ蓋閉めるんではなくって、下の焦げ目がついてきた頃に蓋を閉めます。で、はい。1、2分待ってたら、いい色の焦げ目が下の方についてきました。そしたら少し火を落として、5ぐらいでやってきます。それで初めてここで蓋を閉めてください。で、これでぐーっと上から下から熱を通して、もう片面焼きだけで仕上げていきます。片面焼きでも美味しそうに、仕上げるやり方をお楽しみに見ててくださいね。はい、これでね、5分ぐらい経ちました。そしたら見てみて、美味しそうにできてますよね。ほら。ね、チーズが溶けて、で、お肉にも火が通ってるようです。そしたら取り出します。それで取り出したら、これスナップインゲンちょっと茹でといたので飾ります。ちょっとこうやってオープンにしといてあげると可愛らしさが出ると思いますよ。はい。覗いてる感じ、うまみがね。ちょうどいいぐらいなので、これグレービーソースですね。はい。お野菜と肉汁から出たソース、これを少しかけてあげます。そしたら上は焼けてないんですけど、片面焼きなので、でも香ばしい色がつくことによって美味しそうに見えますね。はい、出来上がりです。これでみんな喜びますよ。お野菜たっぷり食べれるんです。これでどうも最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねもよかったらポンってやっといてくださいね。ではまたお楽しみに。